い、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はレブロンのラッキーバッグを買ってきたので、それを開封してメイクをしていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということでレブロンの2017年ラッキーバッグをゲットしました。私は近くのショッピングセンターの化粧品売り場のところで買ったんですけど、多分プラザとかロフトとかにも売ってるのかなとは思います。では早速開けていきます。ではオープン。じゃーん、こんな感じで中が埋まってます。4点入ってます。はい、この4つが入って税込みで2160円でした。結構安いですよね、普通に考えて。だってこのファンデーションだけで2000円するので、ファンデーションを買うとこれがついてくるみたいな感じですかね。そんな感じです。すごくお得だなと思います。では装置していきます。このファンデーションは後でメイクをするので、その時にレビューしていこうかなと思います。まずこのフォトレディプライマープラスシャドウ501番のメトロポリタン、税抜き1500円です。もうこの2つだけでもすでにもう3500円するので、すごいお得ですね、やっぱり。はい、では開けていきます。じゃーん、こんな感じになってます。でこれすごいことにチップが2つついてました。2つとも同じ形のチップで全部同じ大きさになってます。で結構ふわふわしてて、そんなに痛みは感じないかなっていう感じです。全部にラメが入ってて、マットのアイシャドウはないです。特にこの右下の色味がすごくラメが強い気がします。では装置していきます。まず一番上の色を取ります。はい、こんな感じです。わかりますかね、ちょっとなんかピンクがかったような、結構なんかアイシャドウのベースとして使えそうな色味だなと思います。本当に細かいラメ、ゴールドと紫、グリーンもちょっとあるかな、そんな感じのラメが入っていて、すごく綺麗な色味です。で撮った感じもすごいスラスラしていて、なんかそのラメがザラザラするっていう感じはないです。じゃあ次真ん中の色取っていきます。結構すごいですねこの色。はい、こんな感じです。シルバーとかグレーとかそういう系の色合いで、こっちはブルーとかグリーン、パープルのラメが細かく入っています。すごく発色が良くて綺麗な色味です。続いてこのブラウンを取っていきます。軽くこすっただけなんですけど結構指につきます。はい、こんな感じです。これもすっごい発色しますね、本当に。これはどっちかっていうとすごいラメが強いって感じじゃなくて、マットに近いような感じなんですけど、やっぱりちょっと細かくラメは入っています。でブラウンなんですけど、ちょっとほんの少しだけ赤紫がかったようなブラウンになっているので、ちょっと締め色として使えるかなという感じです。続いて下はこの色塗っていきます。はい、これはこんな感じです。一番最初に塗ったこの色と比べると結構こっちホワイトが強い感じになってるんですけど、少しだけピンクがかったような色味になっています。これもなんか涙袋とかに入れたりとか、最初のアイシャドウの下地みたいなベースとして使えるような色味かなと思います。すごい綺麗な色味ですね。光が当たると結構綺麗に光ってくれるので、すごい目が華やかになりそうな感じです。でラストはこのゴールドを塗っていきます。はい、こんな感じです。これもすごい発色がいいですね。なんか結構ラメが強かったのでザラザラしてしまうかなと思ったんですけど、すごい滑らかでした。すごい可愛いですねこの色。わかりますかね、すっごい綺麗なゴールドのラメがもうザクザク入ってます。続いてカラーステイアイライナー A01 ブラックの税抜き1300円です。はい、これはこんな感じでペンシルタイプのアイライナーになってます。こんな感じで繰り出し式のアイライナーになっていて、でこれ後ろにぼかす用のチップがついています。さらにこれを取ると、反対側にするとシャープナーがついています。使い方としては、こっちのシャープナーがついてる方をこの後ろから外して取ってもらって、優しくかぶせてくるくる回して削っていくそうです。こんな感じです。結構軽めにタッチしたんですけど、すごい発色してくれます。芯も細いし柔らかいので結構描きやすいかなっていう感じです。描いてすぐこうやってこすってしまうとちょっと色が落ちてしまうかなと思うんですけど、にじんでいくわけじゃないので綺麗な落ち方をしていくかなと思います。ラスト、ウルトラ HD リップカラーのピンクサフィア税抜き1300円です。
ここにレブロンって書いてあって、でこのキャップの部分が宝石みたいになってます。はい、出してみるとこんな感じです。よくグロスとかって結構チップタイプのものが多いかなと思うんですけど、これはブラシタイプになってます。結構ブラシも小さめかなという印象です。でこれ結構匂いが甘いですね。なんかマシュマロみたいな匂いがします。ちょっと苦手な人は苦手かなと思うんですけど、全然私は大丈夫です。はい、こんな感じです。すごく可愛らしい色味ですね。結構発色もしてくれるので、これ1本でも全然いけるかなと思うんですけど、私あんまりリップグロスをしないので、ちょっとこれだけだと物足りなさを感じてしまうかなと思うので、私は普通に口紅を塗ってから上から重ねる感じで使おうかなと思います。このグロス自体に結構ラメがたくさん入っていて、緑とか紫、ピンク、シルバーとかそんな感じのラメが入っています。これ塗るだけで結構唇がぷっくりして見えそうな感じです。はい、では今紹介したこの3つとこのファンデーションを使ってメイクをしていきたいと思います。で今回これ買う時に中身が見えていたんですけど、華やかなコスメが多かったので、ちょっと今回はパーティーメイクをしていこうかなと思います。ではメイクしていきます。はい、それではメイクを始めていきます。まずこのファンデーションをレビューしていきます。フォトレディエアブラッシュエフェクトメイクアップ02番のバニラという色味です。税抜き2000円で 30ml 入っています。下地はあらかじめ済ませておいたんですけど、今回はジフレのメイキャップベースクリームを使っていきました。はい、あと余談なんですけど、ここにニキビができてしまいました。私あんまりニキビできない体質なんですけど、ちょっとなんででしょうね多分今テスト週間とかで寝不足とか生活リズムが乱れてるので、ちょっとできちゃったのかなと思います。ちょっとこれから全力でケアして直していきます。すみません、お見苦しくて。はい、で気を取り直して、こっち主役の登場です。主役、うん、あの、はい、ファンデーションです。はい、ワンプッシュ出しました。こんな感じです。結構ワンプッシュでも出てくれるので、そんなに厚塗り感を出したくない人は半プッシュぐらいでいいかなと思います。あ、結構サラサラしてます。ちょっとご点置きして塗っていきます。うん、結構サラサラしていて、伸びは普通ですかね。そんなにめちゃくちゃ伸びがいいってわけでもなく、伸びが悪いってわけでもなくて、中間ぐらいです。すごい甘い匂いがします。うん、レブロンの化粧品ってなんか全体的にリップとかもそうなんですけど、甘い匂いがしますよね。ちょっと苦手な方は苦手かな。この匂いはなんかバニラの匂いなんですけど、バニラの香水みたいな割と甘めな匂いがします。はい、今塗ってみました。ちょっと今気づいたんですけど、わかりますかね、ファンデーションに細かいラメが入っていて、結構なんかツヤ肌っていう感じの肌に仕上がります。カバー力はそんなにめちゃくちゃカバー力があるってわけではないんですけど、まあ、カバー力ないってわけでもなくて、まあ、この上にちょっと気になるところをプラスコンシーラーとかでしていけば全然いいかなっていう感じです。で色味も多分これこのラッキーバッグに入っているファンデーション一通り色味とかも全部同じだと思うんですけど、02番で多分中間色なのかな。で私結構肌が黒いので大丈夫かなと思ったんですけど、薄付きなのでそんなに白すぎるってわけでもなく、誰でも使いやすいようなファンデーションになってるかなとは思います。ちなみにこれ SPF20 入っております。はい、ではこのままメイクをしていきます。ここからはちょっとアフレコになります。はい、それではアフレコしていきます。まずこのコンシーラーでクマと口元とこのニキビを隠していきます。せっかくレブロンのファンデーションがツヤ肌っぽくなるのにマットになりすぎないようにブラシで薄く広げていきました。はい、今日は眉毛をちょっとキリッとした形にしたかったので、先にこの眉ペンシルで眉尻をかたどってからパウダーで中を埋めていきます。いつものやつを使っていきます。ちょっとこれだと濃すぎるので今日も眉マスカラをしていきます。
はい、そしてレブロンのアイシャドウを塗っていきます。まず明るい色はアイホール全体と涙袋全体に伸ばしていきます。そしてこのブラウンをブラシに取って一回手にワンクッションを置いてからクリースの部分に塗っていきます。ある程度塗ってったらさっきの色を取って境界線をぼかしていきます。これを何度か繰り返していってより自然なグラデーションを仕上げていきます。はい、完成はこんな感じです。そしたら次にこの色を目尻に入れていきます。目頭の方は後で違うアイシャドウを入れるのでとりあえず半分だけ入れていきます。そしたらこのギラギラしたアイシャドウを目頭にのせていきます。そしてこのギラギラしたアイシャドウなんですけど結構粉飛びが激しいのでちょっとパウダーで払っていきます。上まぶたはこんな感じです。そしてこれもラッキーバッグに入っていたアイライナーでアイラインを描いていきます。今回は全体的に入れていきました。で後ろのチップでぼかしていって、で下にも今回はちょっと引いていきます。目尻はちょっと長めにはに上げラインを描いていきます。アイラインはこんな感じです。そしたらまたこの濃いブラウンを取って下のアイラインをぼかしていきます。そしてこの2色を混ぜ合わせて涙袋全体にぼかすような形で入れていきます。そしてこの明るい色を目頭にのせていきます。はい、そして今回ハイライトは結構いろんな場所に入れていったんですけど鼻筋と T ゾーンと目の下と眉下、眉山の上にも入れていきました。さらに顎と上唇のところにも入れていきます。そしてこのマスカラでまつげをボリュームアップさせます。上下ともバサバサ塗っていきます。はい、そして今回はレブロンのこのロマンスって色味を先に塗っていってその後にレブロンのラッキーバッグに入っていたグロスを重ねていきました。赤にピンクって結構喧嘩しちゃうかなと思ったんですけど意外と馴染みやすかったです。はい、こんな感じでメイク完成です。はい、こんな感じでメイク完成しました。はい、と今回はちょっとパーティーメイクということでいつもと違う感じにしてみたんですけどちょっとなんか目の下をアイライナーで囲んでみたりとかあとはちょっとアイラインもいつもより長めに引いて跳ね上げラインっぽくしてみたりとか今回入ってたこのグロスを使ってみたりとか結構いつものメイクと違って新鮮な顔になれたかなと思います。本当にこのラッキーバッグに入ってたコスメ全部使いやすくって特に私が気に入ったのがこのアイシャドウなんですけどこのアイシャドウの中でもこのやっぱりこの右下の
ゴールドのラメがバーって入った色味がとても可愛くて気に入りました。すっごい本当にキラキラしてて、華やか系のメイクをする時にはもってこいなアイシャドウだなと思いました。でもこれちょっと1個だけ難点があって、結構粉飛びしてしまう感じなので、もう顔全体がダメって感じになってしまうのがちょっと残念かなと思うんですけど、アイシャドウ塗ってからファンデーションしたりとかいろいろ工夫していけたら、まあ、使えると思うので、これからもちょっとこのアイシャドウは愛用していこうかなと思います。はい、本当にこのレブロンの今回のラッキーバッグすごくおすすめなので、気になったなっていう方はぜひ買ってみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。